ティー、はい、マイノンです。今日はですね、韓国で大人気の通販サイトでお買い物をしてみました。イエーイ。ホッピング、ホットピングって書いて、ホッピングさん。以前にお買い物したことあったんですけど、久しぶりに見てみたらすごい可愛いお洋服がいっぱいあったので買ってみました。じゃじゃーん。ということで、早速中身を見ていきたいと思います。それでは今日の動画スタート。はい、こんなにたくさん買ったんですけれども、今日はですね、この中で3コーデコーディネートを組んで今日はご紹介したいと思います。どうぞ。はい、こんな感じで着てみました。見てください、なんかこの配色がめっちゃ可愛くないですか。普通のニットワンピかと思いきや、袖がすごい遊んでる感じがめちゃくちゃ可愛くて、でこのバッグ、これめっちゃ可愛いんですよ。で最近こういうサイズ感のバッグにすごいハマってて、いつも買う時は私こういう形のバッグを選んでるんですけど、リボンがついてて、チェーンもついてて、携帯と財布が入れば、あとリップとか入れて持ち歩いてます。はい、こんな感じで、このアウター、じゃじゃーん。これはね、なんか韓国でめちゃくちゃ今流行ってるみたいで、普通にこれだけ着ると普通のなんか清楚な感じの格好にも見えるし、脱ぐとスポーティーみたいな、そのなんか2つを楽しめる感じが可愛いと思ってこういう合わせ方をしました。それでは次着替えてみたいと思います。はい、2着目着替えました。はい、こんな感じなんですけど、私最近こういうスウェットっぽいトレーナーっぽいものがすごい好きで、これ見た時にめちゃくちゃ可愛いと思って、この中着てるワンピースなんですけど、普通のチェックワンピースだけで着るとすごいガーリーになるけど、スウェットっぽいのを合わせるとそのバランスがすごい良くて、カジュアルだけど可愛いみたいな格好がすごい好きです。そしてね、このリボンはこれ取るともうちょっとラフっぽくなるじゃないですか。例えばですけど、こういう格好だったらなんかここにリボン持ってきてもまた違った可愛い感じの格好になるし、これを結んでこうやってつけてあげるとまたなんか雰囲気が変わっていい感じになるので、こういう使い方もできるので、よかったらやってみてください。それでは次行ってみます。はい、3着目着替えました。イエーイ。まず行っちゃいますと、このコートもうめちゃくちゃ一目惚れして、何が可愛いかと言いますと、伝わるかな、この色、こういう色のコートってなかなかないんですよ。なんかブラウンとかブラックとか、なんかもうそういう色は多いけど、この絶妙な小豆色っていうのかな、私メイクも赤とか茶色系のメイクがすごい好きなので、もう一目惚れしてこのコートは絶対買おうと思って、これも私服でたくさん取り入れたいなとこれから思っております。そしてこのブラウス、最近ブラウスブームがすごい自分の中で来てて、冬ってコートとかたくさん着るじゃないですか。あえてこういう中をすっきりスタイリッシュなシュッという格好をして、アウターをモコモコ系に、モコモコ系とかコートとかこういうのを羽織ったりするのにすごいハマってます。はい、これもリボンが取り外しできるので、ボタン閉めてるからちょっとこういうレトロな感じにも見えるんですけど、あえて第一ボタンを外してあげるとすごいクールな感じの格好にも見えるので、また雰囲気が変わっていいなと思って買いました。このスカートが、これもね、韓国ですごい流行ってるスカートみたいで買ってみたんですけど、これを持っとけば本当にどんな格好にも合うんですよ。例えばこういうブラウスにも合うし、柄物のトップスにも合うし、普通に無地の黒のトップスでも白のトップスでも何色でも合うので、このスカートは持っといたら絶対に便利だし、めちゃくちゃおすすめ、私もおすすめだなと思ったので買いました。はい、こんな感じで今日はホッピングさんでお買い物したものをご紹介しました。イエーイ。ホッピングさんはですね、とにかくプチプラのお洋服がすっすごいたくさんあって、てかもう全部プチプラで、あと商品の量がめちゃくちゃ多いなって思ったのと、なんか好みのものがすごいすぐ見つかるイメージでした。私的にいっぱいこういろんな服があると、あ、どれにしようどれにしようって悩んじゃうと思うんですけど、いろんなテイストの服が多いし、変わってるデザインがすごい多いなと思ったので、普通の服を買うより私はプチプラでちょっとこういう個性的なアイテムがあるものを見つけやすいなと思ったので、よかったら皆さん気になった方は見てみてください。それではチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみルクティー。